なんでこのカメラはかまどを中心に撮るんだ。なんでだ、難しいな。はい、というわけで、ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双をやっていきましょう。はい、前回は一つだけ歴史の改変を防ぎましたということで、続きやっていきましょう。出陣でいいんだね。物語本編を進めますと。はい、行きましょう。主のために。お、主のために。主いないけどな。いつ帰ってくるんだろうな。そのうち帰ってくるのか。第2章ぐらいで。まだ第1章だからね。未来の報告が済んだなら、調査継続と行こう。お、まだこの舞台なんだね。第5舞台だっけ。ああ、近之助、次は何をすればいい。はい、ちなみに再戦1回だけ行ってみたんですけども、再戦の方は、全メンバーから選べるみたいですね。ストーリーは、決められたメンバーじゃないとダメみたい。と言わせていただきますが、備中高松城の戦いでは水攻め策の成否が鍵です。水攻め、堤防の破壊を防ぎ、大丈夫なのか。流れに戻してください。下手すると自分らが水攻めにあっちゃったりしないか。これ危ないんじゃないか。投影された映像にあったものか。おう、確か指揮官がいたような。黒田官兵衛。はい、堤防建設を指揮するのは天才軍師。天才軍師黒田官兵衛。橋場秀吉にとっては欠かせない右腕です。なるほど、こういうところで歴史を学んでいくゲームです。僕にとっては。そうだったのか。分かってる。よし、行くぞ。備中高松城を囲む堤防は黒田官兵衛の指揮により堅固に増設されている。だがそれも時間素行軍の攻撃を受けては破壊を免れず、水攻めが失敗する恐れがある。時間素行軍を撃破し3つの堤防を防衛せよ。防衛戦か。今度は3つも守んの大変だね。じゃあ今度はまた長義さんで、やるたびに交換していこう。任せておけ。任せろ。行くぞ。こ、装備ってなんだ。装備ってのあるね。そのうち出てくんのか。俺に構うな。構う構う、めっちゃ構う。よし、行くぞ。うえこれジャンプ以外になんかできることないのかな。もっともっと走ったり、もっと走れよ、もっと本気出せよっていうか、できない、できないね。おい、瞳がブルー。切って捨てればいいだけだ。切って捨てる。さあ行くぜ。堤防を破壊して水攻めを阻止するか。まあ分かりやすい作戦だね。確かに。おい、すでに戦闘が始まっている。急ぐぞ。よし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 。俺に指しずとやる気が出たようで何よりだ。でしょ。いいねいいねいいね。これちょっと2人でこう切ってる瞬間に、ちょっと切って切って、マンバさん切ってる間にスタートで止めて ZL で写真で記録を残しましょう。こんな感じ。画角画角画角で、おお、近い。眩しい。ちょっと僕光りすぎ。僕というか長義さん光りすぎ。あの、こういう状況を撮る。あ、もうちょっと、ちょっと光りすぎだな。ちょっとタイミング悪いなこれ。これタイミング悪いな。あと同じ方向向いててほしいな。二人同時に切ってるシーン撮るのは難しそうだなこのゲーム。よし行こう。あ、まだこいつがいる。全部倒さないと進めないとか、そういうことはあるのかな、ないのかな。あ、ていうか守んなきゃいけないんだよ。そうだそうだ。こんなのんびりやってる場合じゃないんだよ。堤防を守るって話だったよ今回。急げ、急ぐぞ。あ、そうだよね、あれ守んなきゃいけないんだよね。お、黒田さん。化け物どもの狙いは我らではない。包みを防衛せよ。はい。あ、それは兵士に言ってんだよね。この状況で指揮を取るとは、さすがは黒田官兵衛。すごいよな、化け物ども見ても普通に受け入れてた。で、だが、あれ守んのね。堤防は何箇所か脆くなっている。なんかお花咲いてるけど。長くは持たないぞ。オッケー。じゃあ写真はちょっと敵が減ってからだな。まずはここで
バーディーアタックで少し数を減らそう。必殺も出せる？出せんね。もうちょっと集まったところで打った方が良かったかな。速やかに済ませようか。はいよ。ここでここでお？ぶった切ってやる。ここで止めたりできない。できないんだ。その瞬間写真撮るってできないんだ。よくも突貫工事で作り上げたものだ。ああやばいやばいやばい。堤防に絡みついているのはマスか。おーおーおー、いいね。こんな風に育つものなのか。今剣手放したぞ一瞬。敵の増援と、なんだあれ。ドラッグホールから出てくるのか。空間が歪んでいるのか。時間の歪み。時間速攻軍の侵入。あれ叩けないの、あれ自体。まずはあそこを塞いでください。ちょっとコンちゃんあん中入ってみ。コンちゃんちょっと入ってみて、あん中。コンちゃんなんか無敵だから大丈夫大丈夫。時空の歪みから次々に時間速攻軍が出現します。時空の歪みには時間速攻軍の中にいる標的を倒すと消滅するものと、標的がおらず時間速攻軍が出現し続けるものがあります。じゃあ無視でいいんじゃない、基本的に。基本的に無理だ、ダメ。よいしょ、ほい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 。強攻撃を押すだけであんなの出ちゃうの、この人。将棋さん、連撃が過ぎるな。はいはい。とんでもない連撃マンだな。おーって危ない。そう、難易度強だからちょっと油断はできない。ほらほらほら、溜めて溜めて、そろそろ撃てる。よいしょよいしょ。あ、いいねいいね、一層。気持ちいい、気持ちいいね。あの瞬間をカメラに撮ればいいのか。あの瞬間撮れば2人並んでるシーンが撮れそうだよ。ちょっと囲まれてんな、ちょっと囲まれてんな。減らそう、これで減らそう。ぶった切ってやる。よいしょ。敵に死を与える。あれ今スタートボタンを押したら少し飛んだかな。若干カットイン飛んだかな。必殺技。あ、なんか撃ちそう、なんか撃ちそう。危ない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 。なになに、え、増えすぎじゃない、ちょっと増えすぎじゃない。敵の数が多すぎる。ああ、何か手を打たなくては、押し切られるぞ。何か手を、あ、バディ必殺じゃないのこれは。要請を承認。あ、相当必殺って言うんだ。二振りは連携し、うん、力を解放してください。二振りは連携し、できますか。うん、聞き覚えはない。いけるか。まあいい、聞いたか偽物くん。おお、俺に合わせてもらおう。ぶっつけ本番でいけるか。え、はいはいはい。相当連携ゲージ、あ、今度そっちね、左のゲージ、左側のゲージが溜まった状態で ZL を押します。 ZL どれだこれ。相当連携が発動します。相当連携中は無敵となりアクションも変化します。相当連携発動中はゲージが徐々に減少し、あーなるほどね。再度 ZL を押すと使用中断できます。途中で A を押すか、ゲージが0になると相当必殺が、あー自動的で発動するんだ、時間が0になると。相当連携ゲージはバディ連撃で敵を攻撃すると溜まりやすくなります。あーなるほど、なるべくバディにした方がいいんだね。たまたゲージは同じ章の中では刀剣男子を並行しても次の戦闘に引き継がれ、出陣と再戦で共有されます。ああ、だ、ためといて終わった方がいいのか、いいのか。準備はできた、準備できた、できた、できた。行くよ行くよ行くよ。終わらせるか、分かっている。おう、バディ連撃、あ、こっからはもう普通に殴るのね。発動した、あ、そうか、無敵な、無敵、無敵です、今無敵です。ここでここで写真で記録を残しましょう。隙あらば、え、なんか不思議な、なんで膝ついてんの。ちょっとタイミング合わないな。難しいぞ、戦闘中に写真撮るのって難易度高いな。で、ここで相当連撃、相当必殺。俺も行く。うん、ちゃんとボスに当ててる、ボスに当ててる。あ、じゃあいい、おお、なんかすごいの待った。え、終わったなって、終わってない終わってない。いや、終わってない。やったか、やってないだよそれ。はい、お疲れ。あー、結局写真撮れなかった。いや、戦闘中の写真はちょっと難易度高いな。
でもいつか成功させてやるぜ。はい、また謎のアイテムゲットは絹糸は時間素行軍の侵入経路は全て潰した。うんかな。あんなにいっぱいあったのにね。黒田官兵衛が俺たちを見ている。うん、早めにここを出なさ。見ている。まあそりゃそうだろうね、助けてくれたわけだしすごいビーム出してたしね、いろいろ。仲良くしよう、写真撮ろうよ官兵衛と神戸と写真撮らしてよ。あいつ高いところにいたから撮れなかったんだからさ。修復が進みました。やったぜ。堤防は、防げましたと。で次本能寺の変が報じられるか。毛利の援軍が到着、長期戦へ。なるほど、本能寺の変。見事でした。あれじゃあもう信長さんやられちゃってんの。山場切り長儀、うん、連携による力の解放もできるようになりましたね。はい、見たか俺らの連撃を。ぶつけ本までやってやったぜ。しらじらしいな。いきなりなんだあれは。いきなりなんだ。俺たちに何をした。家紋、家紋、あれでも家紋なかったんじゃなかった今回。手助けを施さなければ、うん、あれほどの多勢を相手に勝てないでしょ。いや勝ててたと思うけどな。いけたと思うけどな。ダメージ食らったかな1回でも。1回ぐらい食らったか。必要に応じて連携するか。おお。あまりやりたくない感じ。ないでくれよ偽物くん。それが連携する態度。それが連携する態度か。そんなに仲良くなくても打てるんだ。じゃあ仲良くなったらどうなっちゃうの。もっと強くなるのか。刀剣男子の同士でもあの絆ってのはあるんですかね。なんか絆ゲージあったけど。なんか増えてく。これこれ何何に使うのこれ。今んとこまだ謎だけど。あー庭にいる河川さんが力がみなぎってくるのを感じる。歌を読んでレベルが上がっている。食材切りさん大根切ってレベルが上がっている。これも変えてった方がいいかな時々。よろしいですか。あ、素材来た。刀剣男子を強化しましょう。強化、はい。己の力確かめな。強化したい刀剣男子を選ぶと強化メニューが表示されます。強化メニューの能力解放で刀剣男子の能力を強化できます。うん、強化する刀剣男子を選んでください。どうしようどうしよう。じゃあこれから出陣するであろう。どうしよう。体験版で使ってない人を一回使いたいから、じゃあ123行ってみようか。私は、うん、いちご一振り。能力解放選んでください。青口義満の手による唯一の能力解放。あ、そっか、これで技とか覚えていくのか。能力解放では素材を使って刀剣男子を強化します。同じ階層内の能力は好きな順で解放できます。素材があれば複数の能力をまとめて解放できます。中央の能力は同じ階層の他の能力を全て解放すると解放できるようになります。なるほど。最初の階層の能力を全て解放すると次の階層の能力を解放できます。 OK、 段階があるのね。強攻撃を解放してみましょう。選ばしてくれよお前勝手に選ぶんじゃないよ。強攻撃が強くなると。お聞きください。はい、強攻撃直線を解放しますか。あー、なるほどね。さらなる活躍にご期待を。解放した強攻撃を装着しましょう。強攻撃を装着、技を装着するという概念か。新しく覚えた強攻撃は各ボタンにセットすることで戦闘中に使えるようになります。はい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 、分かってきた分かってきた。使いたい技をセットしてカスタマイズしましょう。だから自分の好きな連携の技を強化していけばいいわけだな、うん、で、Y と B が空いてるから ここに入れれば直線が。よろしいですか。直線が Y に付くと実戦向きになっていきますね。あ、これで打てなかった技が打てるようになるんだ。いいねいいね。次の戦いでは新たな強攻撃が使います。このように刀剣男子を強化していきましょう。どうしよう。これみんなをまんべんなく育てていくか、一人パーフェクト超人を作るかどっちがいいんだろうね。あ、生存強化とかある。通常攻撃追加。まあでも通常攻撃増えた方が便利なんじゃない。うん、あと
あ、この純粋に攻撃力3アップ、あ、こういうの上げた方がいいでしょう。純粋に攻撃強化、これ大事大事、うん、まあとりあえず能力強化は後々見ていこう。まあまあ、ちょっとこの本丸変えたい同じ人ばっかレベル上がっちゃうもんねこれ、うん、じゃちょっと奥の間を巴方さんに変えて、控えている、うん、控えてください。中央どうしよう。じゃあ岩源さんいいかな。さて俺が役に立つか、お願いします。で庭は、庭、じゃあトンボさんお願いします。行ってくる、行ってくろいなんでみんな庭に行くのにちょっと気合い入れるんだろうな。よし、じゃあもう続けてもう一個行っちゃうか。うん、風を吹かせるとかいうなんかあるけど、風を吹かせる、風を吹かせる、どうやって、あれ、これで撮影機能を起動します。続く。まあまあ写真はちょっと動画外で、うん、頑張って、うん、サムネ撮っときます。よし、じゃあ行くぞ、出陣じゃ。了解した。おお、さあ今度は何年だ。あ、ていうかさっきの続きか、さっきの続き、あ、だね、破壊されずに済んだ。うん、水攻め策はあれ、これでなるはずだ。だったらやっぱり山場切りの2人を強くしといた方が良かったんではないか。いいえ、うん、演算結果は未だ義士の流れのままです。まだダメか。時間素行軍はまだ策を持っていますが、ほい、残念ながら次の2つの地点は戦場の詳細分析ができていません。わからん。なるほど、それを強襲して調査するのか。これぞ強襲調査。探ってください。うん。分析が進めば調査完了への道が開ける。あ、じゃあ何、目的地もよくわからんって言ってんのかこの人は。この人っていうかこの狐は。いきなり難度が上がったな。ええー。まあ時間素行軍との知恵比べなら望むと。今までは一本道だったけど、今度からはぐるぐるなんか移動するのか。新たな流れが検知されました。新たな流れ。二階席、戦場があります。示された敵を倒すだけでは調査完了できません。あ、なるほど、長期戦の構え。はあ。城内のすべての兵糧を処分し、清水宗春を降伏させよう。え、そんなとこまで、え、歴史介入しちゃっていいのいいの、大丈夫なの。まあいいか、厄介な援軍。はい、じゃこれ行こう。へー、あー、やっぱりちょっと今すぐ出る人たちを強くすればよかったな。到着し、加勢し始めた。うん、か、生死とはまるで違う流れだな。そうなのかそうなのか。どうにも時間素行軍側に都合が良すぎる展開だ。まあ時間飛べるからな、あっちは。あ、こっちも飛べるんだけど。毛利はおそらく、うん、時間素行軍の干渉を受けたのです。え、何、時間素行軍と仲良くしちゃってんのあいつらうわ、こいつらなんか見た目化け物だけど使えるわみたいな感じで仲良くしてんの。干渉を受けた。うん、転送された情報を見る限り、あ、やっぱりそうなんだ。将たちを自分に取り込み手足としています。うわ、仲良くしてやがる会話できんだな。うん、映画でも会話してたしな。目を覚まさせるためにも、操られている将兵も時間素行軍同様倒す必要があるでしょう。なるほど、あ、操られてる、あ、なるほどね、催眠術かなんかされてんのか。人間を相手に戦えということか。ああ、そうだね、存在は歴史に関わるぞ。人間やっちゃっていいの。無差別に切り伏せるわけにはいかない。難しいことになったな。よく考えて対処しよう。それこそ鞘で引っ張くとかそんなコマンドが出てくるのか。鞘で引っ張くとか、こう腹つっついて気絶させるとか、溝落ちついてね。はい、じゃあ今度は国広さんでいきましょうよ。わかった。はい、バディ、偽物君のおもりをすればいい。おもりお願いします。で、戦場を解析して隠された重要情報を明らかにする必要があります。そんなの落ちてんの、都合よく。解析率を最大にすることで重要情報が明らかになります。
戦場に隠された場所を調査するなどして解析率を上げましょう。え、何じゃあ、ハスの花とかなんか眺めれば解析されたりするのかな。どうだろう。よし、いやいや、我こそは山間切り組よ。参る。さあ行くぞ。解析開始。あーでも基本道は一本道かな。あーでもそいつを正気に戻せばいいんだ。え、どうやって正気戻すのこれ。引っ張いていいの引っ張いていいの。え、めっちゃ切ってるけどいいのいいの。やっぱ仲良くしてんのこれ。一部仲良くしてんの。なんか食らってんな。ちょっとこのボスっぽいやつに食らってんな。なんか人間の方が多くないですか人間の方が多くないですか。いいの。え、でも倒れていかないってことはやっぱりあれか、鞘で殴ってるのかな。まあ無視してこうなんだっけ、解析すればいいんだよ。解析こいつを解析すればいいの。こいつ解析すればいいの。ダメ、切ればいいのか。おお、やばいやばい、こっちの方がやられてんじゃん。むしろちょっと切れない。こいつ必殺技打てない。あ、打てる打てる打てる。こいつに当てろ。この抽象状態での真剣必殺。おお、いいねいいね。やっぱ一味違うね、抽象状態だ。当たってるおいさあ、俺は俺だ俺だ。え、あ、これでいいんだ。やっぱりこれで賞金戻ったの。いいんだあれで。っていうかやばいな、抽象状態なんとかできないのかな。これ回復ってないの、あの弾丸とかないの。ま、丸ガンあ、なんかいる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 。ちょっと待って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 。どうどうどう、この角度どうどうどう。あー、なんか光ってんなこの人。もうちょっと2人同じ角度で向いてくれないかな。難しいな。ちょっと周りの敵邪魔、周りの敵邪魔。あ、え、え、あ、この人操られてる人か。あ、だから青かったのか。え、じゃあまた荒領事すればいいの、この人も。浮かして、浮かして。危ない。ああ、結構切られてる、結構切られてます。よし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 。これで。あと一人でも叩けば、おとなしく撤退して。そんなに叩かないといけないの。だが毛利軍の士気は高いままだ。おお、残る将を倒すだけで収まるのか。これ操られてんでしょ、だって。これより、ああ、なんか切ってくる切ってくる。官兵衛さん仲間で。え、帰んの。解析率を最大する前にクリアしてしまうと調査不十分で失敗となるため注意しましょう。え、なんだって撃破したり到達したりすることで調査失敗になる対象には、あ、罰がついてます。あ、そいつ殴っちゃダメなんだ。うわ、難しいぞ、絶対巻き込むぞ。うん、解析中は近之助も刀剣男子を先導することができなくなります。天井の様子や会話を注意深く観察しましょう。うわ、苦手なやつだ戦いに夢中になって会話逃すやつだ。会話は情報会話のログで後から確認することができる。あ、ログ残る、助かる。解析対象に近づくと近之助に電球アイコンが表示されます。最初に近づくにつれ電球がより光るので解析の鍵となる場所を探し出しましょう。解析のヒントとなる表示は設定で解除できます。オッケー。あとは何とかしろという。神戸さんは味方でね、味方だね。ちょ、神戸さん待って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 。この辺。あ、ちょっと走っちゃってんの、走っちゃってんの。食らっちゃってるな。お。写真で記録を残しましょう。あ、ちょっと離れすぎだな。あとこいつ邪魔だな、難しいな。
してしまう。行こうか行こうか、こっちこっちだね。まだ 48% しかないの。こんちゃんどこ、早く解析して。こんちゃん、こんちゃんどうよ。こんちゃん、ここ解析すんの。あ、なんかいるね、小早川さんがいるね、小早川さん。え、どこ解析するの、ここじゃないの。ちょ、こんちゃん、またしてもお前たち、うんうん、助立に感謝するぞ。うんうん、それはいいんだが、味方をしているわけじゃない。うん、俺たちにも目的があるんだ。え、どこ解析するの、どこ。どこ解析すればいいのこれ。こんちゃん、こんちゃんどこ行った。いた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 。あ、なんか撃っちゃった。大丈夫これ、小早川さん生きて。小早川さん頼むよ。小早川さん巻き込んでない、めっちゃ巻き込んでない小早川さん。生きろ、そなた美しい、生きろよ。頼むぞ、張り切って。あ、なんかハテナ出てる、ハテナ出てる。え、そっちそっちなの、こんちゃん、こんちゃん今ハテナ出てたよね。こんちゃん、こんちゃんどうすんの。この辺だったよね今。あー、いたいた。え、こんちゃん、あ、来てる来てる来てる来てます来てます来てます。その辺その辺なの、こんちゃん。え、66から進んでないな、ここじゃないんじゃない。ちょっとここ出なきゃダメなんじゃない、ひょっとして。この右とかどうよ、こっちとかになんかあんじゃないの、せっかく道分かれてるわけ。あ、あった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 。あるあるある、やっぱこっちなのか、ここか。ええ、これで何を解析できたの。あ、ブラックホールがあったって話。あ、いいんだね、なんかすごいすごい電球マーク出してるから合ってるってことだよ。そっかそっか、ボス上じゃないってこともあるわけだな。ちょっとヤバくないこれ、体力どうなの今。87%、早くこんちゃん、こんちゃん早く、死んじゃう。死んじゃう、こんちゃん、こんちゃんまだ、どうよどうよ。 92% から進んでないけど。あ、94%、まだなの。まだなの。あ、100%、よし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 、コバ倒しに行こう。コバ、あ、いたいたいた、コバついてきた、コバついてきてた。よし、必殺だ。あ、でもなんだっけ、バディ必殺の方が良かったな。ほらー、よっしゃ、これで思う存分切れるぜ。覚悟しろコバ、うん、よいさ。またつまらぬものを切ってしまった。で、で、まだまだ ZR が溜まってない、 ZR が溜まってない。とりあえずザコなんとかしよう、ザコなんとかしよう。ザコいるとボスの振りが見えないんだよね。よいしょ、おー、危ない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 、ZR がたまんない、 ZR がたまんない。いや、あれ、 いつの間にかコバじゃなくなってる。コバじゃなかった。散々コバコバ言ってたのに。靖国寺、何、ケイロさん、歴史じゃないからごめん、漢字読めないんだ。あ、やばい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 、強いぞこいつ、強いぞこいつ。そろそろ必殺打てるかな。あ、打てない、たまってないたまってない。ちょっとやばいやばいやばい、ちょっと長期さん、長期さん頼んだ、長期さん頼むわ、長期さん頼むわ。ちょっと見てるから頼むから、もうちょいもうちょい押して押して、相手の隙を見て。あ、ガードされんなこいつ、相手の振りを見てから攻め入る。打ってこないな、来た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 、長期さん頑張って、よっしゃよっしゃ。残りの武将も、え、残りの武将、あれ、コバは、コバは良かったの、コバだよね、あっちにいるの、あのびっくりマーク、あれを倒せばクリア。その前に僕死んじゃいそうなんだけど大丈夫。あ、いたいたいた、コバいた、よし行くぞ。こっちだ、
ボタン間違えた、ボタン間違えた、 ZR じゃあ待って溜まってない溜まってない、ゲージ溜まってないんだ、待って待って、あもう味方かこの辺にいる人たちは、じゃあコバだけか敵は、行くぞー、よいしょー、はしょー、危ねえ、やられる寸前だったな、もうコンちゃんがさコンちゃんの動きにちょっと翻弄されたわ、はいお疲れ、きつかった、なぜ我々は織田方へ攻め込んだのか、おお靖国寺さん、黒田に使者を送る、ああよかったよかった、みんな正気を取り戻した、やっぱ操られてたんだ、あれこれで歴史は元の流れに戻るだろう、おおよかった、ああ俺たちも騎乗するとしよう、いやもうなんか敵時間速攻軍よりも完全にコンちゃんに翻弄されたわ今回ステージ3にしてもうやられるとこだったわ、難易度普通にしようかなあー帰ろう帰ろう、2205年帰ってきたぜで、本丸のみんながレベルアップ、縁側が解放されました、やったぜ縁側縁側、よしみんなを配置だ、おお、そしてみんながなぜかレベルが上がっていく、本丸に刀剣ダッシュを配置した状態で戦闘を繰り返すと本丸レベルが上がります、ああなるほど、留守番してる人たちもレベル上げることができるってことだな、本丸レベルが上がると配置場所や配置人数が増えることがあります、あそれは助かる、いいねいいね、ガンガン上がるね、ああ強くなったようだ、まだ操作してない人たちも上がるの嬉しいな、えよろずやの準備が整いました、ここでは小判で買い物ができます、おっと何かご利用ですか、よろずやでは刀剣出しを強化するための素材と準備を装備を購入できます、やっと装備来たか、素材購入を選んでください、素材は能力解放に使用できます、あーやっとこれか、ヨルゼアで素材を購入できます、素材は刀剣出しの能力解、あーさっきの能力解放の素材も一応買えるってわけか、なるほど、足りないときはここで買いましょうってことだね、うん、で装備も購入できます、そっちそっちそっち見せて、装備、装備をつけることで刀剣出しを強化できます、 あの逃走みたいなんじゃないんだね、うん、逃走の概念はないのかな今作には、銃兵とか、うん、軽騎兵とか、本丸レベルが上がるとより効果の高い装備を購入できるようになります、なるほど、必要に応じて購入しましょう、生存の宝珠波、生存が少し増加します、あーいいんじゃない、さっきもういきなり死にそうだったし、買おうこれは思わぬ発見だ、買おう買おう、装備しますか、はい、じゃあ好きな刀剣だし装備してみてください、じゃあまだうんこの2人が出番あるから装備させとこう、じゃあ長儀さんに装備させとこう、生存アップ、まだまだ高みを、いやーまだちょっとビビたるもんだな、117足す55しか増えないか、まあでもいいでしょう、内容がいい、さあ本丸の縁側、お縁側、茶飲み湯話にはぴったりの憩いの場、二振り配置すると絆を多めに得られます、あ二振りいける、お茶といえば三日月さんでしょ、うん、茶でも飲むか、あウグイス丸いないウグイス丸いない、どうしよう、誰を茶飲み友達にしようかな今回は、じゃあ一に行っとこうか、お茶ですな、うんよろしく、どうどうどう、縁側縁側の様子を見に行こう、あーもうちょっと近づけよもうちょっと近づけよ、写真撮りづらいじゃないか、写真撮りづらいじゃないか、一二姿勢いいな、ここでどうでしょう、はいいかがですか、はいというわけで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。